皆さんこんばんは、絵本作家のそらです。今回からですね、オンライン読み聞かせイベントに向けて準備をお伝えしていこうと思います。また自粛を推奨されてしまったりした場合に、アトリエでもオンライン読み聞かせイベントができるように準備を進めていきたいと思います。さあ、今回はライティングについてやっていきたいと思います。少しのこう光の工夫で読み聞かせの世界観とか空気感が出たらいいかなと思ってます。今のライティングもまだ完成ではないんですけど、でもまあほぼほぼこれでもいいかなと思ってます。もっとよくしていきたいと思います。まず私の目の前にライトが一つ設置してあります。このライトを今お見せしますね。ライトはですね、このように撮影専用のライトなんですが、これ中身はというとですね、普通の LED 電球が一つ入っているだけなので、こんな感じでお家にあるスタンドライトをメインのライトにして代用してもいいかと思います。で、今の時点だとマイクの正面に照明があるので、マイクの影が私のこの辺に当たっちゃうんですよね。それを調整するためにライトこっちとこっちに置いた方がいいのかな。ちょっとやってみます。ちょっとベッドルームに使ってたこの照明をちょっと遠くから、影入らないように、これでこっちとこっちから入れてるので、ライトのこのマイクの影は自分に入らないと思うんですけど、これだと夜の感じが出ないかな。先ほどのライトがちょっと大きすぎたので、今度このちっちゃいライトに変えました。ここら辺にあってもいいんだけど、これやっぱりこれがね、マイクの影が入っちゃうんですよね。 1.5 メーターぐらい離す。多分今確認したらなかなか良かったと思います。こっちからメインが当たってるんで、少しこっち側に影ができて、でもマイクの影はそっちからの光でなくなっている、多分。で、このままだと後ろも2つ今テーブルの上に1個2個照明がたかれたままなので、どちらか1つを消したいと思います。印象のいい方がいいので、どっちがいいかちょっとやってみますね。まずこっち側を消しました。これをした場合にこっち側にテロップは入れ、白文字で入れやすくはなりますよね。反対側今度はつけて、こっちは消してみます。こっちはつけて、こっち消してみます。さてどうでしょう。多分通常こちら側から光が入ってきているのであれば、背景もこっち側が明るいのが絵的に自然かなと、でこっちが暗いのが結構いいかなと思うので、このワンポイントつけてみます。このですね、非常用 LED ライト、これを物の影に忍ばせたいと思います。でそこにさらに準備しておいたものがあるので、それをつけてみたいと思います。はい、それがこちらです。キャンドルライトの LED バージョン。お家でも火事の心配もなし、こうやってつけたり消したりも簡単。これを今から配置していきたいと思います。こんな感じでで、さらにこのろうそくを置いたので、ろうそくの雰囲気に合わせて少しオレンジがかった、ライティングにする最後の必殺技をしたいと思います。それが、カメラでホワイトバランスの中でいろいろ押してボタンを押していくといろんな明るさになるので、それで一番いい明るさを、試していきたいと思います。すごい、
急に教会チックな感じになりましたね。急にこう厳かな感じ。シーンごとにはありですね。もうちょっとオレンジがない方がいいかもしれないですね。わお、もっとオレンジになっちゃった。なんかあんまり変わってないですかね。今のが、曇りモード、これどうでしょう。多分これが一番この部屋の色に近いかもしれないですね。これが蛍光灯の色のモードなんですけど、いいですね。さて、とりあえずの照明が決定しました。あと、少しこう全体を暗くして、こっちも消す？あ、雰囲気あるんじゃないですかこれね。え、なんか魔法がかかりそう。そういいね。ライティングは、そう、背景にはこのポイントになるライトだけでも OK で、まあ、スタンドライトか、まあ、正面当てる用の、60ワットぐらいかなの LED ライト1灯と1つと、そしてなんかちっちゃいスタンドライト、多分38ワットとか結構小さい、トイレの電球ぐらい小さい感じが2メートル奥ぐらいに1個あれば、これだけ。さあ、今回からオンライン読み聞かせイベントの準備をお伝えしております。次回はですね、自己紹介動画を作りたいと思います。まず YouTube チャンネルを見た方が、あなたは一体誰ですかっていうのが分かりにくいと思うので、その自己紹介動画を作った方がいいというのが書いてあったので、ちょっとやってみたいと思います。また次回楽しみにしていてください。この動画が楽しかったなぁと少しでも思ったら、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。絵本作家の空と、おやつに釣られてきたホリーでした。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバイ。Every day.